お電話ありがとうございます。誠に恐れ入りますが、1月4日まで年末年始休暇とさせていただいております。恐れ入りますが、1月5日以降に改めておかけ直しくださいますようお願い申し上げます。お電話ありがとうございました。